そこ邪魔なんですけど。避けてけばいいでしょ。ごめん、遊ばせ。おい、何すんの。前からあんなの、邪魔だってさ。うっさい。やめなよ。うるさい、やめて。だからもう。何ぼーっとしてるの。うるさいな、ほっといてよ。余計なこと考えてないよね。何が。言っとくけど、悲しむのは香織先輩なんだからね。分かってるよね。オーディションに落ちたくせに何偉そうに言ってるの。分かってるよね。分かってる、分かってるよ、そんなこと。何？うん、こちらこそ付き合わせちゃってごめんなさい。香織先輩、何一人で赤くなってんの。なんであんたがいるのよ。こら、なんか私のだけ大きいんですけど。愛だよ、嫌がらせという名の愛。優子、香織先輩マジやばい。地上に舞い降りたエッチ。何そのダサい T シャツ。なんか文句ある。セメント中毒なんて書いてある人に言われたくないんですけど。それを言うならあんたのは、私の主食は愛です。だけどいちいち英語とか気にしなくていいの。ここ日本なんだし。先に突っ込んだのあんたでしょ。香織先輩、水着姿マジエンジェルだった。あっそう、友達来るんだけど。邪魔。友達？そんなのいたんだ。あんたと違ってね。誰？そんな優しい人。うるさいな。のぞみだよ、笠木のぞみ。のぞみ。だから何でもないって言ってるでしょ。嘘だね、はっきり言いなよ。どうしてのぞみが部に戻っちゃダメなの。別にダメなんて言ってないでしょ。理由があるんでしょ。何。別に、ただ今戻ってきたら部が混乱するかなって。だからのぞみは手伝うだけだって。それでもダメなの。やっぱりそれだけじゃないよね、なんかある。何なの。だから、あんたが関わると、こんがらがるから関わるなって言ってるの。それだけ。ねえ。あ、言っとくけど、夏希には内緒だからね。え？なんでですか？夏希先輩なら協力してくれるかもしれないのに。あんなのに協力されたら迷惑でしょ。迷惑って。それに、夏希は純粋に望みのためを思って部に戻そうとしてるんだから。みぞれのことを聞いたらどうしていいかわからなくなる。あいつの性格的に。え、みぞれ！やめて。優子？どういうつもりよ。ちょっと、望みが何したっていうの。何もしてない。だから怒ってるの。はあ？とにかく早く探さなくちゃ。すごい綺麗な音。こんな風に吹けるんだ。結局ミソレの演奏はずっとのぞみのためにあったんだね。まあね、のぞみには勝てないんだな。一年も一緒にいたのに。そんなの当然でしょ。のぞみってあんたの100倍いい子だし。そうね、あんたの500倍はいい子かも。でもさ、みぞれにはあんたがいてよかったと思うよ。
もしかして慰めてくれてる？はぁ、あ、はいはい、照れない照れない。何それ。ギャー、夏樹が優しくしてくるよ。ちょ、気持ち悪いこと言うな。どう見ても嫌がらせなんですけど。違いますよ。私、ピサのシャトーなんて頼みましたっけ。これが当店のスペシャリティ、いちごクレープですよ、お客様。あ、サービスです。ゆっくりとお召し上がりください。分かったわよ、受けて立とうじゃない。あんまり舐めないでください。そんなこと言われなくてもみんなついていくつもりです。本気なんですよ、みんな。ま、あんたの場合好きな先輩に対して私情を持ち込みすぎだけどね。うっさい。だいたいあんたね、こういう時は。あ、はいはい、これだからいい子ちゃんは。なに、かおり先輩、今日の帰り少し時間ありますか。どうしたの。ちょっと教えてほしい。かおり先輩だ、ちょっとお話ししてくる。数学なんだ。かおり先輩。おはよう。ちょ、邪魔しないでよ。何を。かおり先輩に話があるの。続いて副部長の選出です。副部長に指名された中川夏希です。え、反対意見ありますでしょうか。ちょっと待ってよ、あんたが副部長聞いてないんだけど。言ってないし。本気なの。先輩たち何考えてるのよ。知らないよ、私だってあんたが部長って聞いた時ははぁってなったし。やっぱりこうなったか。アスカ先輩だっての希望だし。あの人完全に面白がってるな。そういうわけで全く気は進まないけど、先輩の頼みなんでこいつをサポートしていきたいと思います。よろしく。人のこと指ささないでほしいんですけど。失礼しました部長。もうバカにして。かわいい先輩。早っ。そして全国金を必ず。大事なとこで。うるさい。おはよう。あら部長さん、おはようございます。明らかに見えてたでしょ。ちょっと寝ぼけてて。またやってる。何このスケジュールの組み方。あんた一人で無理しすぎ。大きなお世話なんですけど。君はアスカ先輩じゃないんだよ。わかってるよそんなこと。この日もしか、部活に専念したいのに。私と同じ志望校なんて、あなた可愛いとこあるわよね。あ、そこんとこだけマジ最悪なんですけど。大学行ってもずっと友達だよ。うーわ、何これ、鳥肌。大学かぶったの死ぬほど偶然ですから。はいはい。あ、そうだ。お、ちょっと、もうすぐ赤玉釣りだね。やばい、時間全然足りない。あんたは一回部活から頭離しな。ゆうこも夏希も空いてるよね。うん、オッケー、行く。部長は？行くけど。うん。いら、ミソレは？誰か他に行きたい子いる？大きなお世話なんですけど。いない。なんでって、一緒の音大行こうって言っといて、なのにプロになるのは違うからやめますって。何？優子、どれだけみぞれを振り回したら。優子。はーい、注目。じゃあ時間になったので。これで全員？来てない人は手を挙げて。寒。うるさい。部長大丈夫？今はほっとくしかないんじゃない。追いかけてるのは去年のドラムメジャーなんだから。はい、みんな注目。後で合宿についての打ち合わせをしますので、パートリーダーは3年1組に集まってください。学年リーダーも。あ、学年リーダーも。あ、そりゃ。香織先輩。マジエンジェル、久しぶり。あんたは部長の仕事があるでしょ。分かってるわよ。
注目してるってそれと副部長は？ありがとう。なんで今なの？ゴールド金賞。